ブローニャからのメッセージ見た？ああ、見た。じゃあなんで返信しないの？ブローニャはうちらの友達じゃん。悪いが、今は世間話をする気分じゃないんだ。ラフのことがあってから俺もいろいろと考えて反省した。こういうのはなかなかに神経がすり減る。タンコ、ごめん、責めるような言い方しちゃって。そうだよね、先週であんなことがあったんだもん。整理するのに時間が必要だよね。理解してくれて感謝する。ベロブルグが祭りを開催できるようになったのはめでたいことだ。存分に楽しんでくるといい。それから俺の代わりに皆に挨拶するのも忘れずにな。うん、じゃあ炭鉱はゆっくり休んで。次の開拓は絶対に逃しちゃダメだからね。ああ、約束する。ほんと頑固なんだから。じゃあうちら二人で行く？残念、せっかく旅行気分で出かけられるっていうのに。それは分かってるけど、気持ち的にはやっぱり残念だなって。それより姫子も一緒に来てくれたらいいのに。幼児ちゃん？幼児ちゃんは先週で大暴れしたせいで最近は話してるだけで息が切れそうになってるじゃん。気づいてなかった？あの年だからお祭りとかに魅力も感じないだろうし。ねね、姫子に聞いてみない？もしかしたら一緒に来てくれるかも。そういえばあんたが乗車してから結構経つけど、まだ一度も姫子と旅に出たことないよね。ダメダメ、ほら姫子のところに行ってみよう。どうしたの美月ちゃん、ニヤニヤしちゃって。何か楽しいことでもあった？姫子、聞いて聞いて、ヤリーロ6の大守護者がお祭りの準備をしてるらしくて、うちらのことも招待してくれたの。炭鉱は療養中でどこにも行けないから、姫子とうちらの3人で行かない？カカリアと戦った時だって姫子はめっちゃ力になってくれたし、きっとブローニャも自分たちを助けてくれた人に会いたがってると思うんだよね。美月ちゃんが元気いっぱいなのはお祭りを楽しみにしていたからなのね。誘ってくれてありがとう。でも少しやらなきゃいけないことがあって、しばらく出かけられそうにないの。大守護者の子にはあんたたちからよろしく伝えてちょうだい。ヤリーロ6での開拓の後はあんたたち、あ、それから炭鉱が自らの足で刻んだもの、現地の人たちの感謝の心はきちんと受け取っておくべきよ。次は絶対に時間を作るから一緒に行きましょう。ナビゲーターのスケジュールって本当にギチギチなんだね。今回はうちら二人で行くしかないか。そうと決まれば早速部屋に戻って荷物をまとめよう。準備が終わったらうちのところに来て。新しいドレスなんだけどどうかな。ずっとクローゼットで眠ってたんだ。やっと着るチャンスが来てくれた。めったにない機会だもん、ちゃんとおしゃれしていかないと。っていうかあんた、まさかその服しか持ってないの？うん、まあいっか、一人でも身なりが整ってれば大丈夫でしょう。ヤリーロ6、ベロブルグ。借りたら返してもらうよ。
待って、あそこに立ってる人が着てるのシルバーメインの制服じゃないみたい。あの黒い制服、もしかしてカンパニーの人？なんでこの星に？うちの目が霞んでるわけじゃないよね。あのスターピースカンパニーのことだよ。ほら、あちこちでシンボルマークを見かけるあのカンパニー。まだ思い出せない？チャーリーは覚えてるよね。あれもカンパニーの製品だし、あとはそう、スターピースラジオも。スターピースラジオは聞き覚えあるでしょ？列車でよく聞いてるやつ。いや、それは今はいいや。重要なのは、なんで急にカンパニーの人がヤリーロシックスに来たのかだもんね。仕方ない、こっちから挨拶しよう。大丈夫、カンパニーの人って話しやすい印象があるから。ヤッホー、あんたってスターピースカンパニーの社員さん？それともただのコスプレ？ボス、ストレンジャーを2名発見しました。始末しますか？始末？何バカなこと言ってるの。今すぐ行くからそこでじっとしてなさい。どうも、はじめまして。私はトパーズ、スターピースカンパニーの投資専門家で、今回ヤリーロシックスに来たのは特別な業務があるからなの。私の同僚はちょっと口下手なだけだから気にしないで。はあ、びっくりした。軽い気持ちでお祭りに参加しに来たのに、また変なトラブルに巻き込まれるかと思った。あ、そうだ、自己紹介を忘れてた。うちは美月なのか、請求列車の乗客。請求列車は聞いたことあるよね。隣にいるのはうちの仲間で、同じく列車組の一員なの。なるほど、一目で現地人じゃないってことは分かったけど、まさかこんなところで七死人に出会えるなんて奇遇だね。そういえば聞いたことあったの、ヤリーロシックスが性格の影響から逃れられたのは開拓の協力があったからだって。もしかして二人が？ちょっと、関係ない人の前なんだからもっと謙遜して。へえ、まさかここで伝説の人物に会えるなんて本当についてるね、カブ。それにしてもトパーズって若く見えるのにもうカンパニーの管理職についてるの？羨ましいな。とんでもない、ただ運に恵まれただけだよ。業務に追われて銀河を駆け回ってるだけだから、楽しい仕事でもないしね。業務の部分を抜けば列車組の仕事とあんまり変わらないね。ヤリーロシックスがこんなに早くカンパニーと連絡を取ってビジネスを始めるなんて、さすがブローニャ、仕事が早い。ビジネスの内容は2人が考えてるようなものじゃないかもしれないけど、後半の部分は同感。あの大守護者には確かに都市を治める腕がある。今回の訪問も実は彼女と会うことが目的なんだ。美月さん、さっきベロブルグのお祭りに参加するって言ってたよね。ごめんなさい、私と同僚が時間を取らせちゃって。気にしないで、別に急いでるわけじゃないから。そうだ、トパーズもうちらと一緒に行かない？この雪原は寒いし迷子になりやすいし。心配してくれてありがとう。
でも私たちなら大丈夫。私も彼もこの星に来るのは初めてだから、もっとランドマーク的な雪原を堪能したいと思ってるんだ。もし私たちに縁があったらお祭りの会場で再会できるかもね。はい、私の連絡先。仕事中は返信しない主義だから、終わったらまた話そう。うわ、あっさりカンパニーの管理職の人と連絡先を交換した。うちもぜひ教えてください。いいな、和気あいあいとした雰囲気で羨ましい。じゃあ私は先に行くけど、またどこかで会おうね。銀河にまたがる2つの勢力がこんな風に偶然出会うなんて、運命って不思議だね。さてと、そろそろ町に入ろっか。奇聖の球場はよく知ってる、大守護者様。現在のベロブルグの財政危機は君のせいじゃない。もちろんここの誰のせいでもない。でも事実として、ベロブルグが独立した生態として今まで存続してきた以上、この債務をなかったことにはできない。おっと、大事なお客さんが来たみたいだね。ブローニャ、それにトパーズまで。あ、もうビジネスの話を始めてるの？じゃあうちらはまた後で。大丈夫、ほとんど話し終わって今は結論を出そうとしてたところだから。大守護者様、どうか私の案を真剣に考えてみてほしい。ヤリーロ6が将来的に各星とのつながりを再建したいのなら、カンパニーでの信用記録は何より重要になるからね。わかった、トパーズさん。少し考える時間が欲しい。もちろん。でも君が考えている間、私の同僚がベロブルグで必要な作業を始めるから、上層部と下層部に協力を願いたい。ごめんね、友達との再会を邪魔しちゃった。もう用事は済んだから、ゆっくり思い出話でもして。じゃあ私はこれで。ブローニャ大丈夫？トパーズってあんなに強硬な一面もあるんだね。話しやすい人だと思ったのに。来てくれてありがとう。ごめんなさい、本当なら盛大に二人を迎えたかったんだけど、あのカンパニーの使者に思考を乱されてしまって。二人の前だから隠さずに言うけど、正直今は太陽の日のことを考える気力がないの。ええ、面識があるみたいだから彼女の身分の説明は省くとして、あなたたちが初めてベロブルグに来た時、ここの歴史について聞いたことがあるでしょ。700年前のレギオンの侵略、そして性格による寒波、多くの歴史的な事件は吹雪に埋もれてしまって、それらの記憶は歴代の大守護者にも受け継がれていないの。トパーズさんが教えてくれた。700年前に性格がヤリーロ6に落ちた時、もともとこの世界にいた外来者たちは迫る危機を予見して次々と去っていったって。その外来者の中にはスターピースカンパニーの投資者たちも含まれていて、彼らは星を離れる直前あることをした。投資者たちは己の郷土を守り抜こうとする喧騒者たちを探して、災害を回避するための多額の資金を提供したの。その資金のおかげで
ベロブルグはこんなにも高い壁を築き上げられた。初期の自動騎兵の開発費もその資金から出したものなの。そんなことがあったんだ。じゃあトパーズが言ってたビジネスってベロブルグに来て借金を取り立てること？ええ、おそらくは。何それ、よりにもよってこのタイミングで。うちらが性格を取り除いてなかったらその債務だって放置されてたはずなのに。そんなのただのいじめじゃん。彼女によれば、建造者とカンパニーの投資者が約束した返済期限は280年。でも借りてから100年も経たないうちにヤリーロシックスは全銀河とのつながりを断たれてしまった。ヤリーロシックスが破滅レベルの打撃を受け文明がなくなったと思ったカンパニーはその投資を不良債権として認定したの。でも性格の危機が排除されたことでカンパニーはベロブルグが今まで存続していたことに気づいて。だから借金を取り立てるためにトパーズを送り込んだ。そう、ガンリーともどもね。鳥肌が立つくらい、あんなにすごい数字の羅列、正しい読み方すらわからない。あなたたちが入ってくる前、トパーズさんに警告されたの。あまり返済を滞らせない方がいい。自分はカンパニーから強行手段を取る権限を与えられているって。まさかこんなことになるなんて。うちカンパニーはベロブルグの再建を手伝いに来たんだと思ってた。そうだね、うちらもブローニャを手伝おう。カンパニーの勢力ってめちゃくちゃ大きいから、ベロブルグだけじゃ解決できないかもしれないし。スターピースカンパニーについてはあなたたちほど詳しくないけど、書籍の記録が正しければ、あれは全銀河にまたがる巨大な組織。ベロブルグを制圧するのは簡単だと思う。だからあなたたちが来てくれて本当に嬉しいの。お祭りに参加することが本来の目的だって分かってるけど、でもあなたたちに請求列車に救援を要請したい。私の代わりにトパーズさんを説得してくれる？銀河に轟く列車の名声を借りれば、もしかしたら。安心してブローニャ、友達が困ってるのに熱意ある七死人が断るわけないでしょ。うん、あんたは交渉が得意だもんね。ありがとう。また面倒ごとに巻き込んでしまって本当にごめんなさい。二人がトパーズさんに会いに行っている間、私も対応策を考えてみる。幸運を。あ、それと安全には気をつけて。あれ？また君たち？一日に三回も会えるなんて不思議な縁を感じるね。初めて出会った請求列車の友達なんだから大事にするに決まってるじゃない。この絵見たことある？私は芸術鑑賞に明るいわけじゃないけど、画家のタッチから見えてくるものがあるんだ。なんというか、作品全体から、悲しみが伝わってくる。普通の人が不幸に遭遇した時のような一時的な悲しみじゃなくて、もっと長くて重たい感じ。まるで歴史を凝縮してそれを筆に乗せたみたい。ベロブルグの何世代もの、何十世代もの悲しみが感じられる。いやいや、適当に分析しただけでプロとは比べ物にならないよ。請求列車はいろんな場所に行ってるから七死人の見識も広い。この方面に関してはきっと私より一枚上手だろうね。俗っぽい言い方をすれば、私が見てるのは絵の技法じゃない。もし私が一つの絵に20万の価値を見積もったとしたら、
そのうちの15万は絵の付加価値に対するものなの。優雅に話してるところを邪魔するつもりはないんだけど、実は他に用があってトパーズを探してたんだよね。え、そうだったの？どうぞ何でも言って。ああ、もしかして私と潜在的なビジネスについて話したいとか？そうじゃなくて、実は。ああ、歩きながら話さない？こっち。トパーズ、うちらブローニャからベロブルグの債務について聞いたの。へえ、彼女話したんだ。君たちすごく仲がいいんだね。それで君たちは私に金融関連の話でも聞きに来たの？うちらはあんたが言って、うちこういうの苦手だから。こらこら、いくらお人よしでもそれはないって。あの、実はうちらブローニャの代わりにお願いしに来たの。あんたもベロブルグの現状を見たでしょ？今のベロブルグにはとんでもない額の借金を返済する余裕なんてないよ。言いたいことはわかる。君たちから見ればさぞかし不合理なことだろうね。立場が違えば物事を見る角度も違う。それは至極当然のこと。私にとっては借金の返済を催促するのが仕事。それにベロブルグよりもっとひどいケースだって見てきた。期限内に返済できない個人や組織は、そのほとんどが己の苦衷を語ってくる。でも全部のプロジェクトを特例として扱ってたら、銀河の経済システムが崩壊しちゃう。債務者が現金で返済できない状況は戦略投資部にとって珍しいことじゃない。私たちが提供できる解決策も何個かある。でもヤリーロ6の滞納は履行期限を大幅に過ぎているから、もう大半の穏やかな解決策は適用できない。だから私はブローニャさんに提案を。おっと、危うく企業秘密を漏らすところだった。危ない危ない。ここの展示品は普通だね。大した価値はなさそう。もう少し一緒に歩こうか。白くてモフモフ、かわいい。どこに行けば生きた個体に会えるかな。うん、大好き。前にカブに会ったよね。残念、あの子きっと今頃勝手に遊び回ってるよ。でもよく考えたら、この動物の標本がここに展示されてるのってもうこの世にはいないからだよね。あのトパース、一体どうすればカンパニーはベロブルグに情けをかけてくれるの？ブローニャたちはね、この世界を少しでも良くするために死ぬほど努力した。その努力が一瞬で奪われちゃうのはあまりにも残酷っていうか。美月さんたら、カンパニーを何だと思ってるの？忘れないで、私たちはベロブルグの喧騒者と同じく孫悟を実践するものだよ。いずれにしても私たちが提案した解決策はベロブルグの人々の幸福を考慮したもの。それさえできなければ戦略投資部はレギオンみたいな理不尽な集団になっちゃうでしょ。つまりうちらが心配する必要はないってこと？でもブローニャは。安心して、大守護者は人並み外れた知恵者だから、きっと分かってくれる。それに君たちの質問に素直に答えるとしたら、答えは何をしても無駄だよ。どんな障害があろうと、私は絶対にヤリーロ6でのプロジェクトをやり遂げる。急に威圧感が。
ゾワッとした。だから君たち二人にはこの件についてあまり気にしないようにしてほしいんだけど、どうかな。ヤリーロシックスに滞在してる間はお祭りの賑やかな雰囲気を楽しんだ方が。ああごめん、同僚から連絡だ。もう行かないと。じゃあね。どうしよう、たくさん話したのに全然進展してないじゃん。それはそうかもしれないけど、ブローニャに申し訳ないじゃん。結局トパーズは自分の仕事の原則を貫いてるだけだったね。一歩引いて考えても列車組の立場的にカンパニーと対立するのは賢明じゃない。利害関係が複雑すぎて処理できない。学校では誰もこんなの教えてくれなかったのに。あれ、そういえば記憶を失う前のうちって学校に通ってたんだっけ。誰からのメッセージ？の人が仮装部で暴れてるって。もうさっきまでベロブルグの人々の幸福を考慮するなんて言ってたのに、カンパニーの資本家たちの言うことって本当に一言も信じられないんだから。はあ、また助太刀か。今は全然義経ぶる気分じゃないのに。ううん、こんなこと言っても仕方ない。行こう、早くゼーレたちを助けないと。ゼーレ！来てくれたのね、よかった。あんたたちがいなかったら持ちこたえられなかったかもしれないわ。悪いわね、あいつらの武器も操縦してる騎兵も私たちよりはるかに強いの。でも重傷者はいないわ。遅延の仲間が何人かすり傷を負っただけ。向こうが殺す気でかかってこなかったのが幸いだったわね。ほら、あの黒服の二人、さっきからコークの入り口を見張ってて誰も出入りさせないの。自分たちの装備が優れてるからって人をいたぶるなんて一体何様のつもり？口が聞けないの？鬱陶しい。コークが今どうなってるのか知ってる人はいないの？さっき慌てて飛び出してきたコーフに聞いた話だと、コーク全体が黒服の奴らに占拠されたらしいわ。あいつら資産評価だのなんだの言っておいて仮想部の日常をかき乱してるだけじゃない。誰？さっきまで博物館にいたんだし、もしかしたらトパーズの部下が勝手なことをしてるんじゃないかな。あんたたちが言ってるのってあの黒服たちの親玉のこと？まあいいわ、パートーズだろうがトパーズだろうが関係ない。今は急いで大コークを取り戻さないと。あんたたちも一緒に来る？ちょっとあんたたち、人の言ってることがわからないの？それとも口が聞けないの？いい加減そこをどきなさい。二人とも立ちっぱなしで疲れてない？カンパニーの社員ならお昼休みくらい取れるよね。この二人一体どうしちゃったの？お前たちはこの前雪原で総監と話していた。なんだ、この前うちらを始末しようとしたやつじゃん。じゃあうちらの身分も知ってるよね。
あんたたちのボスですらうちらには礼儀正しく接するんだから、その部下のあんたも礼儀をわきまえるべきじゃないの？いや、ここを離れるわけにはいかない。チームリーダーが言ってたんだ。誰か一人でも中に入れたら僕の半年分の業績をなかったことにするって。へえ、あんたってチームリーダーでもないんだ。過大評価してたみたいだね。黙れ。カンパニーに入るために僕はある小惑星で6、7年もかけて準備したんだ。それから17次面接に忍び込んでやっとの思いで就職に成功したのに、お前たちみたいな無職に僕を批判する資格はない。カンパニーだの面接だの無駄話が多い。もう我慢の限界。これ以上こいつと話しても意味ないわ。行こうよ。逃げ足だけは早いのね。これが17次面接を突破した実力？普通じゃん。気を緩めないで。聞いた話によるとコークにいる連中は相当手強いみたいだから。あんたたちの準備ができたら出発しましょう。スバローグさんだよね。それで隣にいる可愛い女の子がクラーラちゃんかな。あ、はじめまして。お姉さんは？はじめまして。私はトパーズ。今日はスバローグさんに話したいことがあってきたの。クラーラ、館に帰って待っていろ。え、でもスバローグ、お客さんなら。彼女は客人でも友人でもない。帰って待っている、クラーラ。大丈夫だ。私の情報に間違いはないみたい。大型ロボットと少女の間に生まれた切れない絆、心温まる物語だね。それはスターピースカンパニーのシンボルだ。なぜあなたのようなものがここにいる？君と話してる間はしばらく煩わしい礼儀作法を忘れられそうでよかった。ヤリーロシックス。ああ、この呼び方は聞いたことあるかな。要するに君たちが住んでいるこの星はもうすぐカンパニーの資産になるの。この結果は誰にも覆せない。あの七死人にも、銀河のどの勢力にもね。私が今考えていることは一つだけ。それは自分のプロジェクトに責任を持つこと。私はカンパニーの株主たちにヤリーロ6の価値を知ってもらいたい。長い目で見ればこれは、ううん、そうすることでこそベロブルグの長期的な利益を確保できる。そしてこの目的を達成するためには君の協力が必要不可欠なの。長期的な利益、概念が曖昧である。意図を評価中。評価結果失敗。教えてくれ、死者よ。どうやってカンパニーの上層部を説得するつもりだ？それなら簡単。これを見て。これはソースコード。正確に言えばベロブルグの全機械ユニットの統一制御権を取得できるソースコードだね。君も知ってるでしょ？過去700年間ベロブルグで製造された全ての騎兵はカンパニーが残したオペレーションシステムを使ってるってこと。こんなに完璧なコードならここのエンジニアが置き換えようと思わなかったのも無理はない。そして君はこの仮想部のどこかに
巨大な交渉があることも知っているはず。そこにはたくさんの、本当にたくさんの兵器が眠ってる。レギオンの先遣隊を一つ潰せるほどのね。以上が私の切り札。これで上層部を説得して、ヤリーロ6がカンパニーの長期戦略の中で使い道があると信じさせるの。でもまずはその大量の兵器が埋められた場所に案内してくれるガイドが必要なんだよね。理解した。あなたの言う長期的な利益はマクロレベルの文明の存続と定義しよう。だが今を生きている人類についてはどうするつもりだ。彼らの未来はすでに買収された。私はその事実を受け入れてもらうために最善を尽くすことしかできない。比較的穏やかな態度でね。わかった。あなたの計画に協力しよう。おう、意外と話が通じるんだね。噂を聞いた時は頑固な性格だと思ったのに。あなたが語った未来は私の計算範囲を超えている。だが感情指導が教えてくれた。あなたは本当にこの世界を存続させるための方法を考えていると。また計算結果によれば、私が協力を拒否した場合、あなたは 96.4% の確率で私を強制的に従わせていただろう。その計算結果、やっぱり保守的だね。協力してくれてありがとう。道案内よろしく、スバローグさん。コーフたちが集まってる。なんか既視感あるな。あんたたちが初めて来た時も似たような状況だったからじゃない。ま、ゴロツキやポンコツロボットに比べると今回の相手の方がずっと厄介だけど。ね、見て、あれってトパーズの隣にいたプーマンじゃない？確か名前はカブだよね。はあ、あれって劣化の生物じゃない？あんなのを連れてるの？カンパニーの人間だから特別なテクノロジーを使ってプーマンをペットにしててもおかしくないよ。近づいてみよう。楽しそうに会話してるけど、なんて言ったの？嘘！本当にプーマンの言葉がわかるの？二人とも見て、あいつここから離れようとしてるみたい。本当だ。もしかしたら飼い主のところに行くのかも。よし、うちらもついていこう。見て、下の方に大きいやつがいる。あいつが取り仕切ってるのかな。上等じゃない。誰が誰を取り仕切ってるのか見てみたかったのよね。行きましょう。ねえ、そこのでかいの、ここはあんたが仕切ってるの？カンパニーは現在資産強化作業を行っています。現地の住民は人員分散担当に従い、安全なエリアで休憩を。分散？無理やり校区に入り込んで校夫たちを自分の縄張りから追い出しただけじゃない。これは警告よ。今すぐここから出て行きなさい。次にその制服を目にしたら私の鎌が相手になるわ。お前は誰だ？なんだその口の利き方は。カンパニーの武器の威力を知らないのか。トパーズ総監のことまで知ってんのか。どうやらただ者じゃねえみてえだな。いや、お
お前ら誰だろうが知ったこっちゃねえ。戦略投資部の社員に部外者にプロジェクトの詳細を説明する義務なんてねえんだよ。債務者が期限内に返済しなかった場合、カンパニーは交渉の段階を飛ばして直接その資産をもらい受ける権利がある。俺らはルール通りに動いてるだけだったのに何が不満なんだ。その複雑なルールだって全部カンパニーが決めたものじゃん。この世界はやっとの思いで生き延びたばかりで、あんたたちの茶番に付き合う余裕なんてないの。これは上層部が決めたことだ。俺らはそれを実行してるだけ。そんなこと言われたってどうしようもねえんだよ。もういいわ、ミツキ。こいつらに理屈は通じない。もともと平和的に解決できるとも思ってなかったしね。あんた、カンパニーの武器は優れてるようなこと言ってたわよね。ちょうどいいわ。この機会にその威力とやら見せてもらおうじゃない。本当に戦うことになるなら早めに残業申請出しとけよかった。何でもね、聞かなかったことにしろ。お前らはどうしたっつうのだ。この4キャノンで相手になってやる。お前ら一体何者だ。カンパニーのメカでも相手になんねえとは。週末中に正確に言論、どんな強敵にだって勝ってきたんだから、あんたなんかにうちらは止められないよー。だダメだ、弾薬が消えてる。リーダー、先ほど総監から連絡が。ああ、トーパーズ総監、なんて言ったんだ。早く読んでみろ。各プロジェクトチームが資産評価作業を行う間、現地住民の日常生活に影響を与えてはならない。当該指示に違反したチームは罰として構成員全員の年末賞与を 60% 差し引くものとする。 60%？ やべえ。全員聞け。直ちに大航空から撤退だ。撤退。俺らがした痕跡を残すんじゃねえか。解決ってことでいいんだよね。ええ、あの慌てた様子じゃもう戻ってくる度胸はないでしょうね。そのトパーズって何者なの。劣界の生物を飼いならしてるだけじゃなく、あの黒服たちをあんな風に従わせられるなんて。話せば長くなるんだけど。もうすぐ祝日だっていうのに、どうしてこんなややこしい展開になるのかしら。本当に気が抜けないわ。あ、メッセージだ。文字を見ただけでもブローニャの不安が伝わってくる。早く行ってみよう。ゼーレは一緒に来る。いいえ、あんたたちだけで行ってちょうだい。私は後処理を済ませに行く。追い出された甲府たちはまだ何も知らないから。あいつがあんたたちに連絡したのは、この件で頼りになるのはあんたたちだけだと思ったからよ。私はあいつの判断を信じるわ。ズール、分かった。きっとブローニャの力になってみせるから。行こう、クリフォド城へ。怖い顔しちゃって。大守護者様の命にここで泊まってもらおう。トーパーズさん、はあ、
道理でこういう言葉があるわけだ。お金は借りた方が偉い。じゃあね、ジュエカさん。お帰りなさい。そしてごめんなさい、また町のために奔走させてしまって。水臭いこと言わないで、ブローニャ。それよりちょっと疲れてるみたいだけど大丈夫？大丈夫、ただ最近あまり休めていないだけ。予想外の事態が多すぎて。カンパニーの行動は早い。今もベロブルグの至る所で彼らの仲間が資産評価を口実に歩き回っている。でもあなたたちが言っていた大航空以外、特に激しい衝突は起きてないの。多分トパーズさんがそう命令したからだと思う。それでも市民の恐怖心が蓄積されていくのは止められない。黒い制服を着た見知らぬ人たちがどこから来たのか、どんな目的を持っているのかわからないから、誰もが戸惑いを隠せないでいる。じゃああれから改めてトパーズと連絡は取った？うちらずっと気になってたの、彼女が提案した解決策が何なのか。ええ、だから二人の意見を聞きたくてこうして来てもらったの。これを見て。これって契約書。少し前にトパーズさんが送ってきたの。下には直筆の手紙も添えられている。先に内容を読んでから二人の意見を聞かせてほしい。ブローニャさんへ、この手紙ではこう呼ばせてください。これから私は自分のことについてお話ししたいと思います。あなたから見れば人情を身にかけたカンパニーの社員たちもそれぞれの人生の軌跡を持っています。例えば私は銀河の端にある目立たない星で生まれました。先住民以外その星の名前を知る人はほとんどいません。母星は資源に恵まれていなかった。だから住民たちは生き残るために労働力を大量に売り、他の星の委託製造に、主に化学産業や重工業に従事しなければなりませんでした。そうした中、母星の自然環境はますます劣悪になっていき、私が子供の頃から人々は呼吸用マスクを着用しなければ街を歩けなくなり、朝から晩まで胸が張り裂けるような咳が聞こえるようになりました。そうして私の故郷は終わりを迎えました。比較的裕福だった人々は惑星間移住を選べましたが、残された多くの人々は汚水や酸性雨、そしてスモックにさらされながら、ただ絶望が訪れる日を待つことしかできませんでした。カンパニーが私の母性を訪れるまで、環境問題の改善策を携えてやってきたカンパニーは、それを提供する見返りとして惑星のすべての住民にカンパニーの社員になる、もしくは将来的になる契約にサインすることを要求しました。契約から2年が経った頃、黒い雲と霧が消え、人々はマスクを外し始めました。3年が経つと植生と樹木が再び繁茂し始め、5年が経つと一度は絶滅した多くの動物たちが生き生きとした姿で人々の前に戻ってきました。私が正式に戦略投資部の一員になったのもその頃です。故郷の変化を目の当たりにした私は
同じような経験をした銀河の多くの世界に同じような変化をもたらそうと決めました。ブローニャさん、この手紙を書いたのはあなたに伝えたいことがあったからです。自由は確かに大切な財産ではあるけれど、現実で選択を迫られた時、それ以上に価値を与えられるものがある。生存のようにベロブルグの人々だけで星空の懐に帰るには何世代を経る必要があると思いますか。未来のすべての大守護者があなたのように慎重で解明的であると誰が保証できますか。性格のような最悪が再び訪れることはないと誰が断言できるでしょうか。私はあなたたちのために最良のプランを用意しました。この契約書にサインすればベロブルグの債務を帳消しにすることができる。またカンパニーからヤリ色6の再建を支援するための専門チームが派遣されるでしょう。あなたにとってこれが極めて難しい選択であることは理解しています。なぜならあなたは全ベロブルグ市民の運命を背負わなければならないから。でもだからこそ私はあなたが正しい選択を下せると、あなたの民たちのためになる決断を下せると信じています。トパーズの手紙かなり誠実に書かれてるね。あんたはどう思う？私も彼女が私を欺くためにこの話を作ったとは思えない。いずれにしても彼女の言う通り、この選択は難しすぎる。この星の運命も抱えている文明も、過去に起きたこともこれから起こることも、全てが私の指先にかかっている。これは絶対に私一人で決断していいことじゃない。私と同じ考え、ありがとう、慰めになる。うん、そうするべきだよ。こんな重大な選択も、それに伴う結果もブローニャだけに背負わせるわけにはいかないもん。トパーズさんがくれた猶予はとても短い。多分私に早く決断してほしいんだと思う。本当は上層部と下層部の全市民に投票してもらうつもりだったけど、残された時間を考えるとそれも難しいから、今すぐクリフォト城の喧騒者を集めて契約締結についての話し合いを始める。市民の方は私の代わりにあなたたちに意見を聞いてきてほしい。ベロブルグでの名声が高いあなたたちが相手ならきっと本音を打ち明けてくれるはず。ベロブルグのことなんだからうちらはいいの。安心してブローニャ、トパーズは説得できなかったけど、これはちゃんとやってみせるから。ありがとう、ミツキ。私は大臣たちを召集する。また後でここで会いましょう。今の話は本当ですか？悪い冗談ではありませんよね。うちらも冗談であってほしかったけど、残念ながら全部本当のことだよ。時間がないの、ペラ。何か思うことがあれば素直に言って。このような重大な決断をこのような短い時間で。冷静に、ペラ、冷静に考えるの。考えました。私に決定権があるとしたら、カンパニーが出した条件に同意すると思います。そっか、ペラはどうしてそう思ったの？いくつかの観測結果を見たのです。現在の寒波の減退速度から考えると、街を覆う風雪が完全に収まるまで少なくとも
3、4世代はかかるでしょう。しかしこれは何も不測の事態が起きないことを前提にした話。正直に言うと、自分の目で見届けられない未来よりも、私は今と自分の身近な人たちの方が大切なのです。もし本当にカンパニーのプランがすぐに問題を解決できるものなら、その代価を支払う価値はあると私は思います。自分の手で未来のために礎を築く、とても偉大なことに聞こえますよね。ですが、実際にこのプロジェクトに関わっている人たちにとって一体どれほどの得があるのでしょうか。そっか、ペラは漠然とした未来を望むよりも身近な人たちにいい暮らしを送ってほしいんだ。わかった、ペラの意見を記録するね。一体どういう、いや情報量多すぎるでしょう。ちょっと待って、まずは頭の整理を。時間がないの、セーバル。何か思うことがあれば素直に言って。わかった。もし私が選択しなきゃいけない立場なら、その契約書にサインするかな。え、セーバルの性格じゃ絶対同意しないと思ってたのに。そんなに意外？でも私の理由は至ってシンプルだよ。その契約書にサインすれば、これ以上生きるために悩む必要がなくなる。ここの住人の多くは、特に下層部の人たちにとってはそれだけで十分意味がある。カンパニーのために働く点については、まあ人間なら働くことは避けられない。どこで仕事をしても一緒だ。もしカンパニーの連中が私たちを虐げたりしたら、その時に反抗すればいいだけの話さ。実は私、子供の頃から星空に憧れてたんだよね。だから科学を好きになって性格の研究に打ち込むようになった。もし誰かにほんの少しの代価と引き換えに今すぐ夢を叶えられるって言われたら、私はためらったりしないと思う。なるほど、セーバルはそう思ってるんだ。わかった、セーバルの意見を記録するね。おお、開拓者たちじゃないか。あいにくだが。ん？それが奴らの正体だったのか。信じられん、なんと恐ろしい真実だ。大守護者様はかつてないほどのプレッシャーを感じているに違いない。あの方のためにできることはないのか、こんな。うちらは今ブローニャのためにみんなの意見を集めてるの。時間がない、あんたの意見を聞かせて。もちろん拒絶だ、絶対に妥協するわけにはいかない。あの黒服どもが威張り散らしている様子を見ただろう。あんな連中を信用しろという方が無理な話だ。契約書にサインしたところでそれが破られないと誰が保証できる。そんな脅迫には抗って抗って最後まで抗い続けるしか道はない。1秒でも屈服したら負けだ。大守護者様に知らせてくれ、絶対に敵の罠に飛び込んではならないと。ダン、さすが軍人の気構えがある。わかった、あんたの意見を記録するね。上層部の人たちの意見は聞き終わったよね。結果を見るとカンパニーとの契約を支持する意見が多いみたい。急いで下層部に向かおう。ナターシャやゼーレたちの意見が気になる。本当にすごい情報量ね。ごめんなさい、急いでいるのはわかるんだけど、少し考える時間をちょうだい。大丈夫だよナターシャ、思ったことを素直に言ってくれればいいの。そうね、私がブローニャだったらその契約書にはサインしないわ。確かにカンパニーから提示された内容は魅力的よ。
それにもし断ったりすれば、ベロブルグは巨額の借金の返済を迫られるだけでなく、大きな勢力に狙われることになるでしょうね。それでも学校に通っていた頃に読んだある言葉が頭に浮かぶの。自由を諦め保証を求める者は最終的に両方を失う。私は仮想部での経験を通してこの言葉を深く理解することができた。私は綺麗な鳥籠にとらわれて偽りの人生を送るくらいなら、重い岩を背負って雪原を歩く方がいいわ。ナターシャの考え方、説得力があるね。反対票が1枚増えた。答えてくれてありがとう、ナターシャ。ほう、これは参ったな。ブローニャはまだ若いのに、これほどのプレッシャーに耐えなければならないとは。ベロブルグの知り合いの中で一番経験豊富なのはオレグだから、オレグの考えを聞かせてほしいんだ。本当の気持ちを聞きたいか。この年になると夢にも異業にも興味がなくなる。お前らの言うように、もしカンパニーが一夜にしてこの世界を千年前の姿に変えることができるなら、何もためらうことはない。それに逆だった場合を考えてみろ。もし断ったら次に何が起こる。再建計画でも手一杯だってのに、今度は莫大な金額の債務が明らかになった。俺たちだけで本当に耐えきれると思うか。俺が唯一心配なのはブローニャだ。自分の民からの批判に耐えられるのか。千年続くかもしれない悪名を背負う覚悟はあるのか。確かにそういう視点で考えたことはなかった。重すぎる称号だよね。とにかくオレグは賛成に一票ってことだね。意見を聞かせてくれてありがとう。複雑で重い話ですね。クララどうしたら。大丈夫だよクララちゃん、思ったことを素直に話して。あのクララは、もし選択の余地があるとしたら、未来の道は自分たちで決めるべきだと思います。クララとフック、それからモグラ島のみんなで一緒に遊んだ時、将来の夢について語り合ったことがあるんです。みんなの夢はそれぞれ違う風景を描いていました。でもトパースお姉さんの条件に同意したら、その夢を実現できなくなるんじゃないでしょうか。夢を奪われる感覚はクララには分かりませんが、想像しただけでもきっと辛いものですよね。確かに子供の目から見ればこの世界は無限の可能性に満ちてるもんね。先の人生がここで決められちゃうなんて。うダメ、考えただけでゾッとする。ありがとうクララちゃん、とっても重要な意見が聞けたよ。はあ、一気に遠くまで来たせいでちょっと疲れちゃった。今の集計結果はって引き分けじゃん。どうしよう、賛成の人も反対の人もそれぞれ自分なりの理由があったし、どれも合理的だったよね。そうだ、まだゼーレに聞いてなかった。今も大航空でコーフたちを助けてるのかな。ゼーレを探しに行こう。あら、もう戻ってきたの。新しい情報でも手に入れた。うわ、顔色が悪いわね。何かトラブルでもあったの。重要なことに私の意見が必要なの。
まずいことでもあったような口ぶりね。いいわ、心の準備ならできてる。なんとなくだけど理解したわ。またカンパニーの雑魚どもがやらかしたのかと思ったら、まさかベロブルグの存亡に関わることだとは。で、ええ、ちょっと考えさせて。今の結果は引き分けだから、ゼーレの意見が重要なの。よし、決めた。ギブアップ。え？もう考えたわ。でも選択するのはブローニャの責任であって私じゃない。同意か拒絶か、あいつの心が今どっちに傾いていたとしても、それはきっと私よりはるか先を見てたくさんのことを考えてのものでしょうね。今の結果は引き分け、つまり私の一時的な考えがあいつの判断に影響を与えるかもしれないってこと。これは私がやるべきことじゃない。ブローニャがどの道を選んだとしても私はあいつについていく。唯一私がしちゃいけないのはあいつの代わりに決断を下すことよ。それがゼーレの考えなんだね。確かに今の結果を見ればこの件に対して人それぞれ違う意見を持ってることがわかる。こういう時こそリーダーの出番なのかも。ええ、だからこれはブローニャの責任だって言ったの。大丈夫、あいつは誰かに責任転嫁したり逃げたりしないわ。私はあいつを信じてる。もし何か聞かれたらさっき私が言ったことをそのまま伝えてちょうだい。きっと分かってくれるから。結局ブローニャが決めるしかないってことか。本当にね、今のベロブルグのリーダーがブローニャでよかった。いい時間だし、そろそろブローニャに報告に行こう。大臣たちとの話し合いはどうなったかな。お帰りなさい。結果はどうだった？みんなの意見は？上層部と下層部を回ってたくさんの人に意見を聞いたんだけど、結果は引き分けだった。なるほど、それぞれ問題を見る立場が違うからこの結果になるのも当然かもしれない。ゼーレには聞いてくれた？なんて言ってたの？ゼーレらしい。どんな風にあなたたちと話したのかも想像できる。ブローニャの方は話し合いはまとまったの？オフィスの中が騒がしくて何も聞き取れなかった。こっちも似たような感じ。双方が自分たちの言い分を主張して意見がまとまらないの。そろそろ決断しないと。この混沌とした状況をいつまでも続けるわけにはいかない。もういい、そこまで。どうすべきか分かった。待って、大守護者様にお話があるの。あなたは姫子。姫子だ。本物だよね。ホログラムとかじゃないよね。安心して、美月ちゃん。正真正銘、本物の姫子よ。あなたが請求列車の姫子さん。ずっと会いたいと思ってたの。この前の戦いは、あなたが手を貸してくれたおかげで、無事に勝つことができたから。あなたが来ることを事前に知っていたら、剣奏者も礼を持って迎えたはずなんだけど、今は少し特殊な状況で。詳しい説明は必要ないわ、ブローニャ。あんたの町が今
前代未聞の困難に直面していることは分かってる。私がここに来たのは、あんたたちに事の全貌を伝えるためなの。解決策は少し大げさかもしれないわね。あくまで追加の情報を提供するだけだから。この情報があれば、あんたは大守護者としてより賢明な判断を下すことができると信じてるわ。情報、分かった。あなたが知っていることを教えて、姫子さん。私の友人にたまたまトパーズさんの身の上を知っている人がいてね、故郷で起きたことを考えれば、彼女にとってカンパニーに併合されることこそベロブルグの文明を存続させる唯一の方法なんでしょう。でも彼女が意図的に言及していないことが一つあるわ。それはカンパニーの条件を受け入れた全ての世界が救われたわけではないということ。それって、星の生態系を再建する、これほど大きなプロジェクトには必ずリスクが伴う。友人から渡されたデータによると、カンパニーの技術支援を受けて実際に復興した星は全体の 63% にとどまっているわ。成功率は6割ってこと？ちょっと不安になる数字だね。もちろんこの統計は平均値で、トパーズさん本人が担当したプロジェクトの成功率は8割以上だった。彼女の実力は間違いなくトップクラスよ。私が伝えたかったのはこの数字と確率のこと。これらの情報を透明化してこそ、あんたにとって公平になると思ったの。それでも最後に選択する権利はあんたにあるわ、大守護者。分かった。ありがとう、姫子さん。あなたが提供してくれた情報のおかげで、この問題の本質が見えてきた。相手がどんなに美しい未来を約束したとしても、この契約書は賭けに過ぎない。私はリーダーとして、ただ星の運に任せて民たちを売る契約を結ぶわけにはいかない。決心がついたなら、私も中立を装う必要はないわね。あんたの選択は正しいと思うわ、ブローニャ。請求列車のみんな、私に考えがあるの。でもそれを実現させるには、あなたたちの協力が必要になる。時間をかけて町内の市民を動員して、トパーズさんにももう一度会っておかないと。お願い、トパーズさんが今どこで何をしていたとしても、どうか彼女を見つけ出して、そしてもしカンパニーがベロブルグの資産を無理やり奪おうとしているなら、それを全力で阻止してほしい。安心して、絶対にトパーズさんを見つけてみせるから。相手は銀河で最も手強いと言える勢力だし、今回は私もこの子たちと一緒に行動するわ。ベロブルグは自分の未来を売り渡したりしない。私たちが永遠に記憶するに値するのは、危機に瀕するたびに何度も手を差し伸べてくれたあなたたち友人のことだけ。みんなどうか気をつけて。またいつもの場所で冒険か。よし、
行こう。ここだ。こんなところにあるとは思わなかった。でもメカも兵器も見当たらないけど、この辺りにあるのは岩だけって、まさか。そうだ、兵器は岩壁の中に隠されている。なるほど、道理でどこを探しても交渉が見つからなかったわけだ。待って、さっきその兵器たちはずっとここに隠されてたって言わなかった？それってつまりヤリーロ6の剣装者がレギオンと戦った時もここにある兵器は使わなかったってこと？これらの騎兵は作られて以来一度もここを離れたことがない。700年前、カンパニーがこの星を離れてからは起動方法を知る者もいなくなった。カンパニーが残した設計図をもとに剣装者たちは模造品の騎兵を作り出した。しかしアリサランド率いる抵抗軍において主戦力となったのは生身の人間だった。なるほどね、この世界の伝説にますます興味が湧いてきた。質問をしてもいいか、トパーズ。何？大きな体をしてる割に遠慮深いんだね。いいよ、何でも聞いて。カンパニーの介入がなければこの世界は終わりへ向かう。あなたはこの結論を深く信じているのか？信じてる。ここに来る前、私は数えきれないほどの事例を調べた。そして正確に侵された世界は最終的に滅亡の運命からは逃れられないっていう結論に達したの。請求列車の助けがあっても、表面上はうまくいっているように見えても、それは一時的な休息に過ぎない。長期にわたる危機は往々にして繁栄の影に潜んでおり、一般人には気づかれないものである。理解した。理解した？それで終わり？自分の見解を述べたいとは思わないの？感情指導が教えてくれた。あなたは誠実かつ正確に自分の考えを述べたと。私が確認したいのはこれだけだ。この星の未来について私はあなたと異なる意見を持っている。だが私の意見は重要ではない。なぜなら私は道具であり意思決定者ではないからだ。面白い。私の同僚たちも君のように自分を理解していたらよかったのに。行こう、カブ。下に行ってちゃんと評価しないと。トパーズはこの道に沿ってリベットタウンに向かった。行きましょう。彼女を見つけてブローニャの決断を伝えなくちゃ。必要があれば飴とムチで行こう。スバローグ、大丈夫？トパーズとカンパニーの人に何かされてない？来たか、外から来たもの。全てのシステムは正常に機能している。カンパニーの使者とも衝突していない。それは最悪の場合だ。トパーズならこの先にいる。本来なら強制的に私を従わせることもできたが、彼女はそうしなかった。彼女はベロブルグをカンパニーに併合することこそ唯一の存後の道だと思っている。私は異なる意見を持っているが、現在の三力ではそれに反論するための証拠が見つからない。確率は低いが、それでもあなたたちには正面衝突を避けてほしい。
率は低い。スバローグまでそう言うんだね。心配しないで、美月ちゃん。列車組は衝突を好まないけど、いざという時におじけづいたりもしないわ。今までずっとそうやってきたじゃない。ね。うん、姫子の言う通りだね。結果がどうであれ、うちらは自分に恥じないように行動すればいい。やっと来た。もう間に合わないんじゃないかと思ったよ。あれ、美月さんの隣にいる人、なんだか見覚えがあるような。はじめまして、トパーズさん。私は姫子、請求列車のナビゲーターよ。ああ、思い出した。あの有名な姫子さんだ。私の同僚の何人かが君の大ファンなんだけど、夢の中でいいから話せたらなって言ってたんだよね。これからできるんじゃないかな。各星系での七しびたの名声を甘く見ちゃダメだよ。何しろ君たちが辿っているのはかの有名なアキビリの意志だからね。二人のコミュニケーションがうまくいってるみたいで、私も嬉しいわ。トパーズさん、さっきの挨拶から察するに、今の状況はよく分かっているんでしょ？まあね。期限が過ぎたのに、ブローニャさんはまだ契約書にサインしていない。その背後にどんな障害があったのかは、少し頭を働かせれば察しがつく。誤解しないで。私たちはカンパニーや取締役会を敵に回すつもりはないの。ただヤリーロ6という星に、私たちが大切にしている友人やその友人の友人たちが住んでいるだけ。彼らが不平等な契約書にサインするのを何も言わずにただ見ているだけなんて、七死人のやり方じゃない。ねえ姫子、トパーズと交渉するんじゃなかったの？このまま話を続けたら。その心配は必要ないわ。彼女は10分前にもうどうするか決めているから。さすが列車組のトップ、すごい洞察力。その通り。誰が正しいとか誰が間違っているかなんて、大抵の場合立場の違いで決まるものじゃない？仕事を前に進め、滞らせないようにする方法は一つだけ。え？どうしたの？上から返事が来た。申請が承認されたって。もちろん違うよ。そんなに知りたいなら教えてあげる。請求列車の乗員に特別攻撃を行う許可が今降りたの。職務を円滑に進める秘訣は、常に不利な局面を覆す準備をしておくこと。行って、カブ。私のプロジェクトに失敗なんて許さない。さすが請求列車のエースたち、実に素晴らしい。ウォーミングアップはここまでにしよう。次は私の番。待って、みんなやめて。みんなどうか武器を下ろして。ブローニャ来てくれたんだ。あと少しでも遅かったら収拾がつかなくなるところだった。大守護者様、列車の陰に隠れて結果を待つんじゃないかと思ってたけど、
それじゃあ君らしくないか。もちろん。ここに来るのが遅れたのは処理しなければならない大事なことがあったから。この件よりも大事なこと？ええ、その重要性は一目で分かってもらえると思う。だからあなたに私たちの今の成果を評価してほしいの。私に？面白い。てっきり私の仕事を妨害する決心がついたのかと思ったのに。トパーズさん、あなたの手紙は読ませてもらった。あなたの子供時代の境遇には深く同情する。あなたの故郷がヤリーロ6と似たような災難を経験したからこそ、私はあなたが問題を見る時の視点とその立場を理解できる。だから私は今でも一縷の希望を抱いているの。どれだけ愛おしいことがあっても私たちは平和的な方法で合意することができると。認めざるを得ないか。君とのコミュニケーションは実に心地いい。さっきは失礼な態度をとってしまってごめんなさい。そこまで言われたからにはついていくしかないね。でも先に言っておくけど、上の決断を変えるのはそう簡単なことじゃないの。分かってる。だから私は一歩ずつゆっくり、まずはあなたの考えから変えてみたいの。列車のみんなも一緒に来てほしい。見て、ベロブルグの人々はまだ諦めていない。そんな彼らのためにチャンスが欲しいだけなの。あそこにあるボロボロの大きいものは覚えてる？そう、あなた記憶力がいいんだ。トパーズさん、あなたがこれまでにたくさんの調査作業を行ってきたことは分かってる。だから聞きたい。それらの調査資料の中に造物エンジンに関する記録はあった？いや、一つもなかった。だから不思議に思ってるの。こんなに大規模なプロジェクトがあったのに戦略投資部の調査報告書に載ってないなんて。その理由はおそらく、造物エンジンは外部の技術を使わずにベロブルグの人たちの手によって作られたものだからだと思う。このプロジェクトの指導者は初代大守護者であるアリサランド様。戦士たちが前線で血を浴びている時、エンジニアたちは後方で夜を徹して設計と構築に励んでいた。つまり造物エンジンはベロブルグの人たちが自ら開発した戦争兵器ってこと？ええ、でも完全にそうだとは言えない。確かに造物エンジンは製造当初に戦場に投入され、レギオンとの戦いで大きな戦果を上げた。でもアリサランドには誰よりも先見の明があった。長い間この機械のコードネームは地質改造工事ユニットだったの。あれに与えられた真の使命は、この世界を侵害しようとする全ての敵を排除した後、ベロブルグの再建を手伝い、この世界を前世紀の姿に戻すこと。長期的発展の理念が時を超えて命を超えた。アリサランド、本当に偉大な人だね。でも私の目の前にいるランドさんもそれに負けてないか。そう思ってくれてありがとう。
でも私は何もしていない。ただベロブルグの人々を集め、やっと手に入れた自由が再び大きな脅威にさらされていることを伝えただけ。この自由を損害するには行動するしかない。そして私たちを疑う目に証明しなければならない。私たちには自分の運命を掌握する力も意志もあるんだって。そしてあなたが目にしたのが動員の結果。ベロブルグの子供たちは自分たちの手で家を損害すると決めた。はあ、こんなに派手なサプライズはさすがに予想してなかったな。あ、君たちに機会をあげる。君たちの境遇と子供の頃の自分の経験を混同したのは大きな間違いだった。私の故郷には意志の強い指導者が現れなくて、みんな早々に自分を救うことを諦めてた。それなのに君たちの文明は700年もの間風雪の中で耐え続けてきたなんて、本当に感心したよ。それって前の決断を撤回するってこと？少し時間はかかるけど、あの借金は必ず返済する。だから。残念だけど、ヤリーロ6の併合はカンパニーの上層部が決定したこと。私がいくらそれを覆したいと思っても上の人を説得するのは難しいの。ただトパーズさん、私は請求列車を代表して全ての七死人の名誉をかけて、この世界は必ず債務を履行すると保証するわ。よかった、それならうまくいくと思う。次の報告とその後の責任追及は私が引き受けるとするか。トパーズさん、さっき言ってた責任追及って？心配しないで、私に解決できないことはないから。職給なんて重要じゃない。問題を解決するために最善の方法を見つけることが道理なの。そのくらい構わないよ。もうお金のために働く段階はとっくに過ぎてるから。あなたもお疲れ様。まさかまたあなたたちを危機に巻き込むことになるなんて。列車とカンパニーの関係も壊してしまうところだった。関係が壊れる？いやいや、そこまでいかないって。それにそのあたりの責任は私にある。元はといえば私が部下の管理をおろそかにしてたせいだからね。おや、もう将来のキャリアプランを立てたの？いいよ、私は君を高く評価してるからね。あなたたちとこうやってのんびり話ができてとても嬉しい。そうだ、ここまで頑張ってくれたお礼にゲーテホテルに部屋を用意したの。どうかベロブルグでゆっくり休んでいって。トパーズさん、もし心地よく休める場所が必要なら。ううん、迷惑はかけないでおく。今から戻って報告しないといけないしね。君たちと知り合えて本当によかった。また一緒に仕事ができることを祈ってる。もちろん今度は違う形でね。ナノ、ずっと太陽の日を楽しみにしてたのに今回は体験できなさそう。まさかまた事件に巻き込まれることになるなんて。眠い、そろそろ休もう。以上、トパーズ、
部門から下される君への処分は以下の通り。職級の降格、 P45 から P44 への引き下げ、それに伴う基本給与の調整、また君が今期参加した全ての奨励プロジェクト、ストックオプションおよび業績賞与を取り消すものとする。今回の事故についてはダイヤモンドに追加で報告書を提出するように。この処分に異議がある場合、書面での申し立てを行うことができるが。異議はありません。いいだろう。では他に何か発言したい人は。特に意見がないのであればこれで会議を終了とする。いや、運がいいね。これだけのプロジェクトをパーにしてたかが一級の降格なんて。やっぱり君は上の老体人たちに好かれてるみたいだ。おっと、もう全員会議から出たよね。じゃあこのクソみたいなエフェクターを閉じよう。アベンチュリン、まだいたの？ひどいなあ。僕がいたら悪いのかい？そう嫌がらなくてもいいじゃないか。僕は君の上司じゃないんだから。あ、いや、今なら上司になるのかな。あごめんごめん、まだ慣れてなくてね。何かよ、率直に言ってくれると助かるんだけど。大したことじゃない。ただ君が心配なだけさ。だから忠告しただろ。ヤリイロ6の案件はトゲがあって甘い汁が少ない、関わる必要はないって。僕たちみたいな仕事をするには心が優しすぎるとダメだよ。道が狭くなる。それだけ？他に用がないなら切る。ああ、ちょっと待った。おしゃべりする気分じゃないってことか。わかった。それなら君が興味を持ちそうな話題に変えよう。君がヤリイロ6で友達ごっこをしていた時、ダイヤモンドは資材物流部のお偉いさんの問題を解決したんだ。今日の円卓会議を欠席したのもそれが理由。タラファン？そう、その名高いタラファン、7人取締役会の一人。彼の一票は僕たちにかけられる。わかるかい？市場開拓部じゃなくて僕たちにかけられるんだ。これでオスワルドももう笑えないだろうね。でもトパーズ、ダイヤモンドは僕と君の恩人でもある。こんな大事な日に君が騒ぎを起こしたなんて、戦略投資部はどう説明すればいい？分かってくれたところで本題に入ろう。僕は今ピアポイントにいる。部門全体に関わる大きなビジネスがあって、頼れるプロジェクト管理者が必要なんだ。そう、マイフレンド、ぜひ君に頼みたい。驚いた。一体どの案件で協力を学んだの？そんなのピノコニーに決まってるだろ。それそれ、その反応が見たかったんだ。ダイヤモンドは君を選んだの？てっきりオパールとかオブシディアンとか。少なくともあの案件には P46 以上の人が必要だと思ってたのに。さあね、ファミリーの連中は頭がおかしいから、彼らと商売するのは無理だろう。でもカンパニーの手段は取引だけじゃない。こういう時こそ僕のような人材の出番というわけさ。どうだい、この千載一遇のチャンス、よく考えてみてくれ。もしかしたらこれまでのミスの埋め合わせができるかもしれない。後で返事する。残だった。
私の判断が間違ってないといいんだけど。それにしても綺麗な雪だな。